ハンバル学派はスンナ派におけるフィクフつまりイスラーム法学の学派の一つハンバリー法学派とも表記されるこの法学派はアフマドイブンハンバルを起源とするが実質的には彼の弟子たちによって始められたハンバル法学は非常に厳格、保守的で特に競技や儀式に関する問題を扱うハンバル学派は主に サウジアラビアで流行しているが、近年では、英語圏の人々に教える授業や、教科書によって、西方諸国でも復活しつつある。イスラームの聖地である、マッカとマディーナでも、主な法学派である。アフマドイブンハンバルは、神の属性や、神学上の問題に関して、ジャフム、ブン・サフアーンを思祖とする、ジャフム派やムータズイラ派の説を論爆、否定した。特にハンバルは、 両派が、クルアーンで描写されている神の属性や別称、擬人的表現の問題について否定的な主張を展開していたが、イブンハンバルはクルアーンに述べられていることを辞儀通り、解釈することの重要性を強調し、これらの主張に反爆を繰り返している。以下は、イブンハンバルによるジャフム派やムータズイラ派に対する論爆点を見ながらハンバル派の主要な神学的見解を述べる。 自分ンハンバールによれば、ムルタズイラ派もイスラーム初期の文派で神の予定説や属性、擬人表現を極端に排斥していた、ジャフム派もいずれも永遠性を考慮せずに神について考察しているという点で誤っている、という。クルアーンや預言者の伝承で言及されているように、神は数多くの属性と名前を持ち、しかも神は一つであるとハンバルは信じていた。 それゆえジャフムハヤムータズイラハはタウヒードを理解していないと、イブンハンバルは断言した。イブンハンバルが述べるには、スンナとジャマワの民、つまり、預言者、ムハンマドの観光と、その正当なる共同体を誤示する人々、すなわち、スンナパを報じる信徒とは、神はその剣能と好奇と共に永遠であり、彼は永遠性を語り、知り、かつ想像する存在であると信じるものである、という。 世界のムスリム分布図。ハンバル学派はサウジアラビアで有力である。永遠とは神であり神は一つであるために、神の他には永遠なものは存在しない。というジャフム派やムータズイラ派の説に、イブンハンバルは反対した。地獄と天国は神が永遠であるようにしたので、永遠だとイブンハンバルは考えていた。この世では神を直接見ることは不可能とされていたが、天国の人々は、 神からの恩典によって神を直接見ることができ、神は彼らに自分を最も称えるようにさせたと、イブンハンバルは信じた。しかしイブンハンバルはこの世界での献身は認めなかった。来世に限って、神に愛された者には見ることができるようになるという。ムータズイラ派とジャフム派はこの、献身を天国でのものまで、全面的に否定した。神の言葉は永遠であり、神自身が、 預言者ムーサーに話しかけてムーサーが彼の言葉を聞き、神がムーサーと意思疎通した際には、神は自分の言葉を想像しなかったとイブンハンバルは信じた。神の発言は属性であり、そして神は永遠であるので、神のすべての属性は同様に永遠である。神はモーセが理解できるように自分の言葉を想像したとジャフム派とムータズイラ派は考えていた。イブンハンバルは、 考えでは、クルアーンは、神の言葉であり、神の言葉は想像されたものではないので、クルアーンは想像されたものではなく、そして、クルアーンは、神の言葉あるいは発言であり、神の啓示でもあると。対して、ムルタズイラ派やジャフム派は、読んだり触れたりできるクルアーンは、他の想像された生物や存在と、同じく想像されたものだと考えていた。クルアーンは確かにものであるが、 他のものとは違って想像されたものではないと、イブンハンバルは主張した。クルアーンを地上や天上にいるような神が創造した生物のカテゴリに含めることを、イブンハンバルは論爆した。他に神が言及していないものが存在するがそれらも、神が創造したものである。そういったものの中には、神の椅子、玉座、クルアーンの原版でありこの世のべての運命が記されているという。 誤示された書板などがある。それらは地上や天井のように想像された生き物ではない。それゆえに、イブンハンバルは、クルアーンは想像されたものではないと力説した。同志社大学出身、神学者の佐藤優は、イスラム過激派の95%以上は、ハンバル学派の出身であるとしている。佐藤は、東学派について、コーランやハゲイスに、 世の中のすべてのことが書かれている都市、世の中が一番正しかったのはムハンマドが生きていた6世紀の頃であり、時代が減れば減るほど退化するという思想であると述べている。また、ハンバル学派のムスリムが多数を占めるサウジアラビア国家の目的は6世紀の当時に世界を変えるであるとしている。ありがとうございます。